石原裕次郎さん亡き後も、あの石原軍団の長として、大ヒットドラマ、大都会、西部警察や、大ヒット曲、口なしの花で、一世を風靡した昭和の大スター、渡哲也さん。実弟の渡瀬恒彦さんが亡くなって以来、お姿を拝見しておらず、気になっていた、矢先でした。まさかの8月10日に旅立たれていたなんて。享年78歳。最後は肺炎を併発して、家族に見守られながら、静かに息を引き取ったのだとか、敬意を表し、振り返りたいと思います。渡哲也さん。本名は渡瀬道彦さん。生年月日は、1941年12月28日。くしくも、石原裕次郎さんと、同じ誕生日だったのですね。生まれは島根県で、育ったのは淡路島。意外にも関西のご出身でした。島根の日立製作所を退職して、出身地の淡路島で洋品店を営む父親と、とにかく評判の美人で優しい母との間に、4人兄弟の次男として生まれ、頑固一徹の父にはことあるごとにビンタをされて、小学生の頃は毎日夜中まで勉強させられたとか。三男は俳優の渡瀬恒彦さんで、二人は青山学院大学、早稲田大学に進学。しかも二人とも空手部に所属した。文武両道で、しかも男前で有名だった兄弟。しかし、意外にも渡瀬さんより渡さんの方が、学生時代は喧嘩っ早くて、いつも父親には、真面目で勉強熱心な弟を少しは見習え、と怒られていたのだとか。渡哲也さんが芸能界に入ったきっかけは、弟たちのいたずらがきっかけだったとか、大学在学中に麻生カルリコさんの、相手役の新人、ミスター X の募集を見た、渡瀬さんや空手部の連中が、内緒で応募したのだとか、ちょうど、JAL の整備士の採用試験で、不採用になった頃で、気晴らしに、ゆうちゃんにでも会ってこよう、と訪問した日活撮影所の喫茶店で、早速スカウトされて、そのまま日活へ入社したそうです。デビュー時のキャッチは、驚異の新星、渡哲也。デビュー時はアクションスターとしてスタート。1965年映画暴れ騎士道で宍戸錠とダブル主演。その後のブライシリーズで、日活ニューアクションスターとして鳴らした、渡哲也さん。ちょうど、その頃、ある人気女優との、運命の出会いがあったのです。その女優とは、吉永小百合さん。今では、日本を代表する大女優ですね。オールドファンなら、この二人のことは、ご存知だとは思いますが、何本も共演して、ヒットを連発した。渡さんと吉永さん。実は、その昔、恋人同士だったそうです。二人の出会いは、映画、愛と死の記録での、共演だったと言われていますが、それは表向きの話で、聞くところによると、実はそうではなくて、意外なところでの出会いだったのです。しかも、そのキューピッドは、俳優の中尾彬さんだったというのです。その出会いとは、昔、中尾さんが、吉永さんの、広島ロケに立ち寄ったところ、そこには、なんと浴衣姿で、お調子を並べ、タバコをふかして酔っ払ってる、吉永さんの姿があったのだとか。当然ながら、あの中尾さんですから、吉永さんを、自分の部屋に呼びつけて、たっぷりお説教をされたそうですが、そこへ止めに入ったのが、なんと渡哲也さんだったそうです。なぜ、そこに渡さんがいたのかは、わからないのですが、それが二人の出会いだったのだとか、なんだか耳を疑うような話ですね。後に、二人は結婚を約束するのですが、吉永さんのご両親の猛反対に遭い、二人は引き離されたのだとか、まさに、ロミオとジュリエットさながらの結末に、世間は大騒ぎになったほどだとか。その当時、渡さんは、
酔っ払うとすぐに、なんで俺のところに飛び込んできてくれないんだ、と嘆いては電話をしていたそうです。一方、吉永小百合さんも、渡さんが他の方とご結婚された時は、悔いがある、と泣きくれる毎日だったのだとか、そんな辛い別れをした二人ですが、長い年月を経て、二人が共演した、日本酒朝鮮小竹梅の CM では、息の合ったところを感じ取れましたね。吉永小百合さんは、今回、渡さんを、こんな言葉で見送られています。夏の海が大好きだった渡さんは、泳いで、泳いで、常彦さんのところに、行ってしまったのでしょうか。大きな病気を何度も乗り越えてこられたのに、残念です。ご冥福を心からお祈りいたします。若き日の夏の海での思い出が、思い出されたのかもしれませんね。鳴り物入りのデビューから、すでに半世紀以上ずっと、王道のスター街道を歩んできた渡さん。しかし実際のところは、病魔との戦いでもありました。幾度となく病魔に襲われたのは、皆さんもご存知でしょう。特に、結婚されてからは、72年に腰間肋膜炎で3ヶ月療養、73年には膠原病に苦しみ、74年、胸膜癒着症にかかり、91年には直腸癌に見舞われ、ストーマを装着することになりました。15年には、急性心筋梗塞で手術を受けています。肺気腫や喘息といった持病もあるため、酸素吸入器を離せない体になってしまったのです。それ以降は自宅療養を続け、まさに満身創痍でした。おそらくは体力の衰えだけではなく、石原プロ社長の重責からのプレッシャーも少なからずあったのでしょう。しかし、その度、ずっと付き添っていたのが、大恋愛の末に結婚した、大学の同級生だった妻の敏子さんでした。時には渡さんを叱咤激励しながらも、支え続ける敏子さんに対して、渡さんは、妻にいじめられながら、リハビリをしている、と、笑いながら話すこともあったとか、奥さんと共に、息子さんも、一緒になって、世話をしていらしたのだとか、息子さんは、大手建設会社勤務で、40歳半ばで独身なのだとか、渡さんも早く、孫の顔が見たいと、おっしゃっていたといいます。そして、17年に弟で俳優の渡瀬恒彦さんを亡くしてからというもの、元気もなくなってきていたとも言います。そんな体調の中で長年気にかけてきた石原プロの幕引きもなんとか終えて、やっと一息ついたところだったのです。個人の意思により葬儀が終わるまでは、一切訃報を漏らさなかったのだとか、コロナの時代だからとはいえ、渡さんらしい周囲への気配りですね。かつて、渡さんのことを子、高倉健さんは、家族や石原プロなどを全部背負い、様々なしがらみに縛られながら、辛いこと、やりたくないこと、少なくないに違いないと推察しますが、嫌な顔一つ見せず、お首にも出さず、平然とやってらっしゃる。どこかで自分を捨てていらっしゃる。と、感じてらっしゃったのだとか。まさに、男の中の男、男が惚れる男ですね。最後に、こんなエピソードを一つ。大都会パート3撮影時に共演していた、源子と宮本刑事役の、刈谷俊介さんの夫人が入院していた時、刈谷が金に困っている、という話を耳にした渡さんは、撮影終了後に刈谷さんを呼び止めて、お前、怒るなよな。見舞いには花が相場なんだが、会いに来ないんでな。少ないけどこれ、取っとけ。と言って、お金の入った封筒を、そっと刈谷さんの手の上に乗せたそうです。その時のことを刈谷さんは、帰っていく渡の後ろ姿を、涙でまともに見られなかった。と、涙をこらえず語ったと言います。我が身よりも、
周りの人間のことを何より優先して気遣った渡哲也さん。あなたの生き様を見て胸を打たれないものがいるでしょうか。ご冥福をお祈りいたします。いかがでしたか。あなたはどう思いましたか。私は渡哲也さん、早すぎます。あなたの人生を見ていくと、華々しいスクリーンでの姿とは裏腹に、常に人のために何ができるかを考え生きてこられたのがよくわかりました。今まで感動をありがとうございました。あなたのことは忘れません。合唱。